静かで穏やかな瀬戸内の町。牛窓達小学校で地域の人たちが心配する出来事が起こりました。学校の敷地内で毒蜘蛛のセアカゴケグモが見つかったのです。この発見は不安な出来事でしたが、学校はすぐに対応し、生徒たちの安全を守ることができました。この出来事は子どもたちの安全と教育のために作られた場所でも、危険なものが隠れている可能性があることを教えてくれます。そして、このような状況に直面したとき、落ち着いて行動すること、そして日頃から備えておくことが大切だということを、改めて私たちに教えてくれます。さらに、地域の協力と迅速な対応がどれほど重要であるかを実感させられました。学校と地域が一体となって、子どもたちの安全を守るために努力する姿勢は、私たちにとって大きな教訓となります。この出来事を通じて、私たちは日常の中に起こる危険に対して、常に警戒心を持ち続けることの重要性を再認識しました。そして、何よりも、子どもたちの安全を最優先に考えることが、私たち大人の責任であることを改めて感じました。セアカゴケグモは、その名前の通り、背中に赤い模様があるのが特徴です。特に危険なのはメスで、黒く光る体に、背中の赤い模様が目立ちます。この赤い模様は、毒を持っていることを示す警告です。オスはメスよりもずっと小さく、薄い茶色の体に白い模様があるのが特徴です。オスも毒を持っていますが、人間にとって危険なのは、メスの毒です。その日は、デューマウドヤシ小学校で、いつものように授業が行われていました。休み時間に校庭で遊んでいた生徒が、校舎の近くに変わったクモがいることに気づきました。危険かもしれないと思った生徒は、すぐに先生に報告しました。安全対策訓練を受けた先生は、すぐにクモの周りを囲い、他の生徒が近づかないようにしました。そして、殺虫剤を使ってクモを駆除し、学校に危険が及ばないようにしました。セアカゴケグモは、もともと日本にはいませんでした。オーストラリアから来た貨物船に紛れてやってきたと考えられています。日本にやってきたセアカゴケグモは、少しずつ日本の環境に慣れて、今では都会でも港でも見られるようになりました。セアカゴケグモは、暗くて狭い場所が好きで、庭や公園、家の周りなどで見かけることがあります。岩の下や、木のくぼみ、屋外に置かれた家具の下などに巣を作ります。第5章、安全に過ごすために、セアカゴケグモを見つけたら、毒グモを見つけたら、誰でも不安になりますよね。でも、慌てないことが大切です。一番大切なのは、絶対に素手で触ったり、捕まえたりしないことです。もし、セアカゴケグモを見つけたら、安全な距離を保って大人に知らせましょう。大人の人や市役所などに連絡すれば安全に駆除してくれますので安心です。第6章、みんなの安堵、怪我人はゼロ。牛窓ティア小学校での出来事の後、地域の人たちはほっと胸をなで下ろしました。幸いなことに、生徒や先生の誰もが怪我をすることはありませんでした。クモを見つけた生徒の素早い行動と学校の迅速な対応が大きな事故を防ぐ上で重要な役割を果たしました。この出来事は日頃からの備えと幼い頃から安全意識を注ぐことの大切さを教えてくれます。第7章、意識と教育の大切さ。ギューマドトゥオ小学校でのセアカゴケグモの発見は、私たちの身の回りにある危険な生き物についてもっと知る必要があることを教えてくれます。子供も大人も危険な生き物がいること、そして安全に過ごすためにどうすればいいのかを知っておくことが大切です。学校や公民館、市役所などは情報を伝えたり、危険な生き物に遭遇した時の対処法を教えたりすることで大切な役割を果たすことができます。例えば、セアカゴケグモのような毒を持つ生き物に出会った時、どのように対処すればいいのか、
どこに連絡すればいいのかを知っていることが重要です。これらの知識は私たちの安全を守るために欠かせないものです。さらに、地域社会全体で協力し、情報を共有することで、より安全な環境を作り出すことができます。第8章、瀬戸内市の対応と今後の対策。この出来事を受けて、瀬戸内市は地域の人々の不安を解消するために積極的に対策に乗り出しました。学校や公園など、たくさんの人が集まる場所で危険な生き物がいないか調べたり、駆除したりしています。また、セアカゴケグモについての情報を分かりやすく伝えたり、見つけた時の対処法を教えたりする活動も行っています。第9章、土ごとの先へ、自然の危険と共存するために。牛窓島小学校での出来事は、私たちが様々な生き物たちと環境を共有していること、そしてその中には、危険な生き物もいることを改めて気づかせてくれました。このような状況に直面したときは、自然の微妙なバランスを理解し、尊重することが大切です。私たちも、そして未来を担う子どもたちも、共に生きる生き物たちについて学ぶことで、共存の道を模索し、危険を最小限に抑えることができるはずです。自然の中での生活は、時に予期せぬ危険を伴いますが、それを恐れるのではなく、理解し、対策を講じることが重要です。子どもたちが自然と触れ合い、その中で学ぶことは、彼らの成長にとって非常に価値があります。彼らが自然の一部としての自覚を持ち、共存の知恵を身につけることで、未来の世代もまた自然と調和した生活を送ることができるでしょう。そのためには、教育と経験が不可欠です。第10章、最後に、備えあれば憂いなし。学校で毒蜘蛛が見つかることは、確かに不安な出来事です。しかし、牛毛トゥノー小学校の出来事は、日頃からの意識と備え、そして迅速な対応があれば、安全を確保できることを示してくれました。情報を得て、注意を払い続けることで、自然界との関わりの中で起こるかもしれない、予期せぬ事態にも落ち着いて対応できるという安心感を持つことができるでしょう。